恩人の義景や友長政の敵対、濃姫の死、度重なる不幸が光秀の心に大きく影を落とす。しかし光秀は信長の決意に沿うため浅井朝倉との交戦を決意。その後姉川にて勝利を収めた。そんな中浅井朝倉への加担を表明し、信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。比叡山側の度重なる挑発に業を煮やした信長は家中の反対を押し切り、比叡山攻めを強行した。比叡山焼き討ち。焼き討ちか。おお、光秀殿、先の表情でのお心配り平に感謝いたします。久秀殿、俺はそのようなつもりでは。古き剣人は打たれ滅びるが定め。光秀殿と志がいつであったこと、まこと後人の至り。それはどうかな、久秀。なあ、明智殿。あんた、まだ迷ってんじゃねえのか。正直迷いがないわけでない。比叡山を攻めれば、民をも巻き込むことになるのだからな。だが俺は、俺の正しきことを貫くと決めた。今さら迷ってなどいられない。正しきことね。そんな悲壮な面で言われても説得力ねえがな。まあせいぜい頑張ろうや。俺たちの正しきことをなすためにな。使命を果たす。殿、それがしに万事任されよ。この木に比叡山を完膚なきまでに叩く。敵方に加担する者は見つけ次第討ち取れ。刹那で終わる。二度と盾つかぬよう焼き払ってく。三太夫、手はずは整っていいよな。万事抜かりなく。俺の手下には火付けの手だれが揃ってますぜ。任されよ。攻めてきたぞ。お堂に近づけるな。邪魔する者に容赦はいらん。蹴散らせ。敵将、俺に始末いたした。かなう相手ではなかったか。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだろう。貴重、切り伏せた。聞かせていただこう。三太夫以下、伊賀者たちがおらねば火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。刹那で終わる。承知した。味方本陣の守りは池田殿ですか。あちらにも気を配らねばなりませぬな。刹那で終わる。最下手、攻めの邪魔をするか。先に片付けておけ。いずれこの山も炎に包まれるのか。任されお相手いたす。承知した。敵将、始末いたした。ここは引こうかあるまい。光秀、
よもや臆してはいまいな。俺が歩むと決めた道だ。それ甘いわ。よし、火をつけろ。俺に任せろ。まずい、大切なお堂に火の手が。刹那で終わる。ほら、焼き払え。刹那で終わる。火がついたぞ。こっちにまで火の手が。逃げろ。開門。任されよ。火に追われて出てきたか。そりゃ奴らを逃すな。皆の衆、支度を急ぐのだ。俺に任せろ。敵襲か。やむを得ぬ、迎え撃て。こりゃひどいな。承知した。あの時俺が信長を仕留めてりゃ。敵の怪しげな動きを封じられた。任されよ。ついにこのか。俺に任せろ。ひるむこのか。待て、雑賀衆の棟梁孫石だな。姫様の仇討たせてもらう。それについては心から悪いと思ってるよ。受けた依頼と関係ない人を撃っちまえ。誰からの依頼だ。依頼主は死んでも言わねえよ。それがこの家業の掟ってやつ。雑魚ども、死に急ぐか。くそ、俺も焼きが回ったか。棟梁が死んちまっただと。手綱で終わる。おいおい、俺らだけでどうしろってんだ。低山の禁忌を破るとは信じがたき外道よ。我ら上杉が蹴散らしてくれよ。刹那で終わる。上杉完勝。全軍上杉勢を迎え撃て。承知。上杉が敵の加勢に。もしや剣心殿。調子が出てきたぞ。野郎ども、焼き討ちを進めるぞ。信長様、遅ればせながら参陣いたした。これより加勢に入りまする。自らご活躍とは恐れ入りますな。者ども急げ。根本中道を守るため織田の奴らを押し戻すのだ。任されよ。最下手、また邪魔立てをするつもりか。奴らを残らず討ち取れ。肩慣らしにもならないには。叶う相手ではなかったか。誰も俺を阻めはせん。根本中道の火攻めを急げ。敵将、切り伏せた。叶う相手ではなかったか。この武者、わしに付き合い。敵将、始末いたした。俺に任せろ。意地は見せたわ。もうよかろう、もののふとして。一層励みなされ。おお、
相手ではなかったか。この程度戦火とは呼べぬゆえ、邪魔者どもは消えたか。そう仕上げだ、火を放て。比叡山が誇る根本柔道が開門。火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。もはや焼き討ちは止められんか。ならばせ、承知して織田本陣を落とすぞ。俺に任せ。突撃だ。救援を急がねば本陣が危うい。やられっぱなしじゃ最下衆の名が捨てるぜ。せめて一心報いてやるぞ。開門。最下衆めまだ残ってやがったのか。何、敵衆だと。承知した。乱世に正しきを示すため謙信推薦。信長の非道を許してはならぬ。続け。承知した。俺に任せ。承知した。やはり謙信殿も来たから信長殿を守らねば。勝利条件変更。本陣の危機はひとまず去ったか。かたじけない。本陣を守り抜くため私も力を尽くさねば。承知した。柔道までも焼き払われたか。織田は悪の権化を成敗してくれるわ。任されよ。承知した。よっしゃ、最下衆は片付いたな。俺に任せて。謙信殿が相手であろうと。承知した。立ち止まるわけにはいかない。天下無双、それほどの力が俺に。ここは引こうかあるまい。ここは引こうかあるまい。悔しいが、ここまでか。肩慣らしにもならぬ。俺に任せて。意地は見せたわ。もうよかろう。お見事にござった。俺の力の礎となれ。耐えきれん。引かせてもらう。任されよ。承知した。この程度戦火とは呼べぬゆえ、過ぎたなき下道めら、払うべし。俺に任せろ。邪道に落ちたか光秀。そなたの眼も曇ったようだな。それは違います。俺の正しきを貫いたに過ぎない。持てる力を全て尽くして謙信殿、あなたを倒す。なしはしない。俺の全てで。もうよい。俺たちの勝利だ。見切れはしまい。
俺は殿、ここにおられましたか。信長様がお呼びです。急ぎお戻りを。そうか、わかった。殿、もう楽になられてはいかがか。な、利光、お前何を。最近の殿からはかつての正気が感じられませぬ。姫様が亡くなられて以降、特にこれ以上弱っていく殿をただ眺めてはおれぬゆえ、殿、どうか御身をいたわられよ。利光、お前にそのような思いをさせていたとはな。だが俺は歩みを止めるつもりはない。殿、姫様を亡くしたあの日、俺は信長殿と誓った。女王を殺し天下一新へ邁進する信長殿を必ず支え抜くと。だから俺はまだ止まれない。すまない利光、心遣い感謝する。殿、なぜあなたはいつも…来たぞ、明智殿。で、なんだよ話って。実は折り入って桃地殿に頼みたいことがある。信長殿をあえめんとした企ての首謀者を探ってほしい。なるほどな。あの八田ガラス、西下孫一だっけか。あいつの雇い主を突き止めろってことかい。な、さすがは桃地殿、話が早い。では早速。聞こえちまった、その話。俺にも協力させてくれ。孫一を取り逃がした罪滅ぼしってわけじゃないけどさ、俺は親父の気を晴らしたい。少しでも親父に笑ってほしいんだ。泣かせるね、その殊勝な心掛け。気に入ったぜ美月、お前の力貸してもらおうか。わかった、桃地さん、俺頑張るからな。すまない桃地殿、三月ともどもよろしく頼む。ああ、任せとけ。きっちりやることはやらせてもらうぜ。